こんにちは、アートクリエチャンネルのジンです。今日は土目模様のリングの、制作方法をご紹介します。土目模様というのはですね、専用の、道具を使ってこういうふうに表面がキラキラとしたテクスチャーをつける、制作方法です。作る時はですね、平打ちリング、こういうふうな平打ちリングが、まあ、作りやすいかなというふうに思います。こういった紐状リングの場合、側面の部分にテクスチャーがつけにくいので、注意が必要です。準備するのはですね、芯金棒です。いつもリングを製作するときに使っている木芯棒の金属板ですね。あとは芋槌、ハンマーですね、金槌みたいなものなんですが、打面、叩く面が今ですね、こんな感じでちょっと傷ついています。これをですね、まずは鏡面にする作業から始めます。使うのはスポンジ研磨剤ですね。まあ、傷がそんなに深くないので、スポンジ研磨剤の青でまずしっかりと磨きます。この細かい傷をですね、コシコシと削ってあげて、表面をなだらかにきれいにしていきます。で、この段階になったら次は同じようにスポンジ研磨剤の緑、これで同じように表面をきれいにしていきましょう。こんな感じまで、表面がきれいになったら、あとは最後、シルバークロスですね、ちょっと使い古したシルバークロスですが、これで表面をきれいにしていきます。反対側も同様に鏡面にしています。で、調整したリングをですね、芯金棒に通すんですが、このリングは身につけるサイズ、完成品よりも、1号小さいサイズで作っています。今12号ぐらいなんですが、これから芋槌で叩いていくと地金が伸びていって、だいたい1号から 1.5 号ぐらい大きくなります。なので、粘土造形の時はですね、いつもよりも1号ぐらい小さく製作してください。リング全体を、こういうふうにコンコンコンと叩いていくと、軽くで大丈夫ですよ。そうするとですね、表面が、こんな感じで、芋槌の表面、打面ですね、のテクスチャーがついていきます。こういう風にですね、いろんな方向に、光を反射しますので、キラキラとしたリングを簡単に、制作することができます。先ほど芋槌の、打面を鏡面にしたのはですね、磨きヘラと同じ理屈ですね。叩いた面が鏡面であると、叩かれた銀の表面、地肌が、鏡面に仕上がります。全体にテクスチャーをつけ終わった後、もう一度芯金棒に通してみます。作業をする前は12号だったんですが、ちょっと見えるかな、今ですね、だいたい13号よりちょっと大きいぐらいになっています。比較的簡単に、作業ができる技法なので、皆さんぜひチャレンジしてください。